私、長谷川隆は国家主義者、ナショナリストです。地球資本主義、グローバル資本主義、新自由主義には反対です。左翼でも右翼でもありません。私たち日本国のアメリカからの独立、台米独立、 自主防衛を目指し、街頭演説をしております。左翼、右翼などというのは、40歳までかと思います。日本経済再生、対米独立、自主防衛、日本を侵略し続ける中国共産党打倒、何をすべきか、 自分ができる行動をするではないでしょうか。私は日照旗、曲日旗を引きずって走り回る外戦車は苦手です。右翼とは国粋主義、日本主義、まずは対米独立、自主防衛を目指し行動する 南なかと思います反韓国、韓国は朝鮮は嫌いだと怒鳴っている方々を右翼とは思いません。日本を貶め続ける反日活動家、日本破壊活動家、日本に反対する反日は反日です。左翼ではありません。 皆さんはいかがお考えでしょうか